ず残していた歌を Never 永遠に忘れない I cry 最後の日に君は何を思い何を見ていたの意味で変わっていませんでした。それはその篤姫というドラマをやった時にとてもお芝居の相性がすごくいい方だなという印象があって、それはすごく幸せなことにお互いそう思えていたので、今回また夫婦という形でご一緒できるのもすごい楽しみでしたし、安心してお芝居をすることができる素晴らしい人です。役者さんです。其实很开心的一件事，其实我们两个都没有任何的变化，因为其实在演组期的时候，我们两个就有一种非常莫名的默契哦，尤其在演技上面。所以当我知道我们要再演一次夫妻的时候，我就有非常大的安全感，因为我们两个就是在戏剧上的部分的默契是完全非常契合的，所以我好开心能够再跟他一起演戏。请他随时要保持他最美丽可爱的笑容。买明仔秀品出来就是宫崎葵本身有脸不露这样子呢，赶快点呢，不要一直笑，他忽然间会放空哎，真奇怪。好了，我们也想问他，就是说，因为他来台湾这么多次了呀，肯定有吃过、逛过一些东西。那导演刚刚有说，莎莎杯上、甘豆上是第一次阿基梅德，那么可不有没有什么推荐要带导演去吃啊，或者是去逛的？他对于台湾的一些分享给导演阿伊桑。私は蝶粉がすごく好きなので、そうさっきもお昼話してたんですけど、絶対それを食べて今回は帰りたいなと思っていて、監督にも食べさせてあげています。因为我之前来台湾有吃到肠粉，是我最爱的东西。然后我这次一定要建议导演，一定要吃到虾仁肠粉才可以回去。是虾仁肠粉，太棒了，非常地道的选择哈、哦。最开心的是，终于不是小笼包了，好开心啊、哦！哎，我的妈呀，小笼包太多了，终于就希望这个导演有机会能够去品尝一下。而且尤其这次又跟芥雅人合作，可是这戏里面的芥雅人是有点怂哈、哦，有一点点，有点这个。普通的一个老公，然后头发迷失还会这样翘起来，哦，这种老公他喜欢吗？就是不修边幅，哦，然后头发还会端这样一直翘起来。すごくしっかりした旦那さんだなと思います。几帳面というか、それは映画を見ててもそうですけど、何曜日はこのチーズでとか、何曜日はこのネクタイでって決めてる部分とかもそうですし。とても几帳面で、逆にそのハルさんという女性は割と大雑把で、とハルさんがこう散らかしたものを酒井さんが演じる連れさんが片付けてるような夫婦の形なんだろうなと思って、微笑ましく私は見ていました。我觉得就是戏中的这一对夫妻非常可爱。那我感觉这个老公非常的井然有序，而且很严谨。我自己的原则，比如说气质，他会分礼拜一到礼拜五要吃什么口味，或是领带从一到五要打什么领带，然后是一个非常整齐的先生。那相对的，哈鲁那个太太就是那种比较大而化之啊，然后有点邋遢也没关系。那可能他在那边弄乱，然后他老婆就在旁边整理的那种。所以我觉得他们两个是一个非常可爱的夫妻，所以我并没有觉得这样不 OK。OK。でも大体わかるんです。大体なんか意思の疎通ができるので、本当に役者さんです。他说我不知道怎么说，但是我跟他有一种心电感应。他是一个非常专业的演员，真的，我觉得跟他的演技真的非常的开心。所以在宫崎葵的眼里，觉得蜥蜴的演技好，还是芥雅人的演技好呢？这样子对蜥蜴盛赞哎，没有办法排戏的一只动物。你这么欣赏他，是不是演得比芥雅人还要好？他有几场内心戏很厉害的。もちろんそれは酒井さんですけど、二人で助演男優師の男優は非常に。そう、当然是那个芥雅人比较会演了，但是我们两个都在讨论说，我们应该颁发一个那个最佳男配角给这一出戏。没错没错，他真的演得好好，他好多定格或者是那种好像若有所思的画面，导演都把他捕捉到了。那拍跟片场还有什么好玩的事情吗？跟这只蜥蜴的这个互动，还有什么难忘的？毕竟是一只比较难控制的，本番になるとこういきなり
動き出してくれたりとか、あとは登ってきちゃって酒井さんの口に引っかかりそうになったり、私の口に引っかかりそうになったり、爪が結構尖ってるので、それはなんかちょっとみんながヒヤヒヤしながら、でもなんだろう、そういう思いもよらない動きをしてくれることでとても素敵なシーンが生まれるので、助けられてました。那个这支戏哦，它很专业，就是到正式开拍的那一刻就会突然开始动，有很多动作，所以有时候就是在正式开拍的时候，它就会突然这样，比如说爬到我的身上，动很快啊，然后就是说，哇，这么刺了，对，不小心抓到那个戒氧的那个嘴，不小心有点快勾到那样，或是勾到我的嘴，那因为它的指甲非常美丽，所以我们也常常好像快要被它刮到那样，但它就真的就知道是这一次是真的，这次是真的要开拍。他就会动。解释一下，正常人拿笔的，好。本当はこうじゃない。哎，麦克风。本当はこうだけど、グーで持つ指が一本違う。正常的笔，我们是大拇指跟食指会这样抓住嘛？这是正常的握。那可是他都用那个像拳头那样的方式握住，握住那个。这样好写吗？好写吗？好。好。昔これで鉛筆を持ってたんです。小学校の頃に。我小学的时候其实是这样拿笔的，我都是今こう持てるようになってたので、昔を思い出して書いてます。然后我很认真的纠正我自己，就变成正式手法，但是后来又回到小学的写法，也还蛮顺的。あまりこう悪い人の役をやったことがないので、すごいとことん悪い人の役をやってみたいです。因为我都还没有演过真正很坏的角色，就是真的要坏到底的那一种。狠角色，很想演看看，想演反派试试看。好，加油加油，延伸一集给导演好了。导演觉得阿易可以尝试什么样的角色呢？觉得她演坏女人 OK 吗？来，彼女は何でもやります。おそらくメイリーね、何をやってもきっときちんと、それ悪い人をやると怖い人にちゃんとなれると思う。この映画の中にも一箇所だけ、ワンカットだけすごく葵ちゃんの怖い顔があって、使おうかどうしようか悩んだぐらいなんですけど、あの時本当に怖かったし、悪い人の役も何をやってもちゃんとやる。我相信他是任何一种角色都可以胜那个胜任的演员，因为其实在这出戏里面有一个非常狠的镜头，就是他真的很生气，很生气，把老婆在辱他这件事情。然后其实那个镜头，我还甚至于犹豫要不要用，因为真的让我吓到了，觉得他好狠这样子。所以我觉得他演反派一定可以胜任，他是非常有爆发力的。これは台湾だからってことではないんですね。おそらくうつ病っていうテーマを使った映画だけど、僕たちが本当に言えなかったのは、夫婦が支え合うってなんて素敵なことなんだ。これは台湾でも日本でも、それは韓国でも全世界共通の話で、なんかそういう夫婦がたまたまこの夫婦にはうつ病という障害が起きたんだけど、それをこう乗り越えていく夫婦のこう絆と、そういうことが描きたかったなって、それが今年日本で震災があって、そういうところにちょっとこうメッセージを、そういうことも送れるかなと思った。それからちょっとその今質問が外れるけど、今年日本で大震災があって、そこに一番最初に全世界で支援の手を差し伸べてくれた台湾という国のことを、日本人はきっと誰も忘れないと思います。其实这部电影呢，不是针对忧郁症讨论的电影。我们这部电影最想要表达的，就是说，当一对夫妻遇到人生当中这么大的困难的时候，他们可以携手勇往向前，然后夫妻连心的这样的一个温馨的电影。所以希望，这样子的一个题材，不论是日本、韩国、台湾，我相信大家都是非常有共鸣的。所以也是希望说，夫妻大家也好，或是单身男女朋友也好，都能够来一起感受一下夫妻，大家能够一起越过这个困难这样子的一部电影。还有就是真的希望借此能够慎重的感谢台湾在这个震灾这一次第一时间伸出援手的，就是台湾这个国家。在这里真的感谢台湾对日本的帮助，我们一辈子都不会忘记的。
不用客气，不用客气。你们每来一个人就谢一次，你们也真的太搞累啊，是不是？不过真的是啊，让我们非常非常的这个感动于一部电影，就是它是小两口笑中带泪。刚刚导演特别强调，忧郁症只是一个开端，但是其实讲的是夫妻间的一起共存共荣的相处之道。谢谢导演。好，那阿姨给我们推荐一下，为什么要来看《Another》有点不入，豆豆。この映画は人と人とのつながりというか夫婦もそうですし兄弟であったり家族であったりなんか何だろうな人と人とのつながりの映画だと思うんですね。で頑張れない時もあるしそんな時には頑張らなくてもよくてきっと誰か支えてくれる人が必ずそばにいてくれるんだっていうメッセージも込められていると思うので、この世代の方にも共感していただけるような優しくて温かくてほっこりする映画になっていると思うので、ぜひ見ていただきたいなと思います。我觉得这部电影是就是一个人与人之间的联系的一部电影，就是夫妻之间、兄弟姐妹之间、家人之间的一种情感，或是他们的一种感情的联系。那就是我相信每一个人看到心中都会有一种非常温暖的感觉，然后就是希望说大家都可以真的能够来看到这一部这么好的电影。それが鬱になりまして、仕事をください。一歩でもいいから前に進みたいんだ。健やかなる時も、やめる時も、君と一緒にいたい。この秋、ほんわかハッピーでほろっと泣ける夫婦のラブストーリー。連れが鬱になりまして。